修司です。おやすみなさい。長靴買ってきました、この日のために。ここね、もうちょっと早い季節だと潮干狩りで人気なんですよね。めちゃくちゃ人来るみたい。ちょっとご覧の通り雲は厚めなんですけど、あとね1時間ぐらいしたらちょっと晴れてくっぽいんで、お、わあ見えましたね。え、めっちゃ深いね。これあれか、満潮ってこと？完全海じゃん、干潟じゃないね。水鳥の勉強はしてきたんですけど、潮の満ち引きの勉強はしてこなかったな。あー、一人だけいますね。バーダー一人だけ。みんなちゃんと満潮時干潮時を把握してから来てるのか。カモメとサギの群れ、みんなあれか、こうやって潮が満ちてるときは足場がないから相手と向きない。サギがいっぱいいるわ。それ以外の小さいのはあんまり見えない。ここからはただあっち側行くとちょっと干潟になってるっぽいんで行ってみましょうか。まあ確かに流れてくる瓦礫の中にも餌が、お、白石、鳩に追われてるみたい。さっきからあの結構このぐらいの距離で野鳥が観察できてます。ん？これ大善じゃない？お腹黒いもんね。さっき勉強したとこで抜かしたけどもう分かんなくなってた。ん？止まる場所がありません。おった。ごめんな、俺が近づいたから。なんかみんな泣いてんな。すげえ。こっちもめちゃくちゃ近寄られてるけど、これ千鳥ですからね。シビじゃないっすよ。何チドリだ。メダイチドリっていうのを調べてきたけど、なんか分からんね。あー着いた。結構遠かったけど、この不凍っていうんですか、なんていうんだろう、2人ぐらいバーダーいますね。
かも2人とも三脚立ててんな。あれ登れなくない？これどっか登んの？ああ、目の前にカモメもいるし、セグロカモメかな。奥の埠頭にね、めっちゃいるね。まあ、こうやって見るとね、なんか人と近いように見えるけど全然近くないですからね。50メートルぐらい。奥はカラス。うわ、なんじゃ、なんじゃあれ。太陽穴に登ってたのか。雲が厚くて気づかなかったわ。急しぎでしょう。これ多分急しぎだと思う。いや、冷やし千鳥か。ちょっと予防線いっぱい出してどれか当たってる風にしとこう。冷やししぎだ。冷やししぎと認定しましょう。あのね、満潮だからかもしれんけど、こういう柵を越えたこういうとこ、この細いとこにもね結構いたりするんで、この静かにそっと足元を覗き込んだ方がいいかもしれん。今日の船橋の潮見表。ピークやんけ。これが満潮です。皆さん覚えておいてください。これが満潮です。今なんだ、何時間後？6時間ぐらいか。5、6時間で周期してんのか。満潮ってことはさ、満潮ってことはこの長靴買った意味ないってこと。せっかくちゃんとこの膝ぐらいまであるやつ買ったのにさ。こっちにいっぱいいるわ。ほら見えますか、大群の中に子供が一匹しかいないこと。種類違うんかもな。
詐欺。あ、都鳥だ。この辺の奥にいる。黒い頭の人参くちばし、都鳥っすね。さっきね、都鳥の群れがね、10羽ぐらいでわーってきたんですよ。動画で撮り逃したけど、ちょっと写真に回してたから。今テレコンつけました。 1.4 で地面に例のごとく地面に置いてるんですけど、こんだけ言われると結構全体感わかるかな。そう、ここ船橋三番瀬、都鳥がねよく見れるっぽいんで楽しみにしてたんですけど、まあ一応見れてよかったっす。遠いけどね。ちょっとね、今8時ぐらいになって若干人増えてきましたね。まあ言ったらこの桟橋には僕入れて4人ぐらいしかいませんけど満潮でもこんだけ来るってことは。でかい駐車場も開くし、人いっぱいになってくんだろうな。9時とかに開くって言ってましたね。あ、すげえ、見て、都会から川がいっぱい来た。100 150、200ぐらい来てんね。カモメの後ろから、うわぁ、やばいな、この映像。まあいいね、こっち来るわ。エグすぎる。カモメたちが微動だにしないのもまたエグすぎる。何百とか言ってごめんなさい。ガチの何千話だったわ。今まで、僕が今まで見てきたカワウたちってそんなに多くはなかったんだな。これに比べたらヘみたいなもんよ。おっと、一馬審査でカワウ2号がリードしています。おっと、入れ替わった。カワウ4号が、お、確か1時間前はこの木のとこまで水が来てたはずだけどな。まあ、せっかくなんで一番乗りしますか。はい、けどこの長靴ならいける。ほら、カモメが立ってるもん。泳いでんじゃない、立ってる。こんな感じでね、潮が引いた途端に野鳥たちが
つっつき回って出てきます。早い。つっついてるね。ようやく干潟に来た甲斐があったよ。干潟だからさ、波が起きずにリフレクションしてる。それがまた海との違いですね。たまにね、深いところあるから気をつけて。近くなったね。くちばしがね、人参色みたいなんですよ。ミヤコドリちゃん寝てるやつもいる。寝てる奴らが多いな。みんな向こうに行ってしまったな。いつの間にか人いっぱいいるわ。朝と全然景色が違いますね。すごい、なんか 2,3 時間でこんな変わっちゃうんだ。でも3時間は経ってないな。やばい、ここはもうギリギリダメかもしれん。そこまで行きたいんだけど。反ってるね。早いね。結構刺激系はみんな早い。顔までいってやん。そんな突っ込むの？すごっ。30センチぐらいじゃ、うわっ、顔いってんじゃん。大丈夫？目に泥入ってやん。あの辺を渡ってこう中洲まで来ることができます。
今ずっといるんだな。別に潮が引いてきても変わらずいる。降り立ったな。集団が。また大前でしょあれ。今日群れをしっかり大前の群れ見たの今日初めてじゃないか。遠いな。めちゃくちゃ楽しい。飽きないね。やっぱ違うフィールドだし。満潮からだったら3時間ぐらいで結構歩き回れるようになりますね。あちこちね。無駄な時間を過ごしたくない方々は船橋市の干潮時刻を調べてから来ることをお勧めします。